はい、ということで今日もあつ森をやっていきたいと思っております。で、皆さん一言を言わせてくれ。このゲームマジで家具が多すぎる。本当に多いわ。はい、てことで、今日はね、何について話していきたいかと言いますと、雪だるま家具、そちらについて話をしていきたいと思っております。で、この雪だるま家具なんだけど、本当にね大変です。一言で言うと大変、簡潔に言っても大変、もうとにかく大変で大変で仕方ないぐらいね、もう大変としかね言いようがないぐらい大変な家具になっております。もう語彙力やばいね。はい、ということでね、本当にこれは覚悟しておいた方がいいんじゃないかなと思ってますね。まあ具体的にどれぐらい大変かというところに関しましては、後ほどご説明させていただければなと思いますね。まずはちょっとねメモを作ったので、こちらを見ていただきたい。まず雪だるま家具シリーズとは、雪の結晶を使った冬仕様の家具シリーズになりますね。で、この雪の結晶ってそもそも何ぞやと思ってる方、リアタイ勢の方では多いんじゃないかなと思いますね。まあまあまあ、タイムトラベラーとかであればね、まあそんな知ってるわと思うかもしれないんだけど、まあ知らない人のためにちょっと噛み砕いて説明をね一からしていければなと思います。まあ冬になるとですね、まあ春の、まあ、桜の花びらとか、あとは秋のもみじ同様で、なんかねひらひらひらって雪の結晶が舞うんですよ。で、それをね虫網で捕まえます。はい、そう、またまた虫網の登場なんですよ。虫じゃないのに虫網で捕まえるっていうね謎の現象。まあそこはねさておき、まあとりあえずそういった雪の結晶がね舞うので、それをね捕まえましょうと。で、それをもとに雪だるま家具シリーズは、まあ、出来上がります。はい、で具体的にはですね、雪だるまから全15種類で、風船から全8種類で、合計23種類ありますね。で、なんでこれ雪だるま家具っていうかというとですね、そう、雪だるまを作って、で、その作った雪だるまからレシピをもらうことができるんですよ。だから雪だるま家具っていう名称がついてますね。そう、だからね、元となる素材は雪の結晶なんだけど、レシピ自体は雪だるまからもらうことになりますね。はい、ただですね、この雪だるま作りもね大変なんだよ。作ったことある人いるでしょ。本当に大変でさ、島によってはめちゃくちゃ鬼畜になると思うわ。特に自分の島もかなり鬼畜で、そう、とんでもないところに雪玉が現れたらさ、そう、雪玉をね転がすのが本当大変でさ、かつ合体もさせないといけないから、本当にね大変としか言いようがないんですよ。まあ、平地であれば全然問題ないんだけどさ、高低差がある島とか地獄じゃないか。はい、ちなみに雪だるまの作り方とかに関しては、確かね結構前に動画投稿してるので、もしよければそちらの動画もご覧ください。あとはね、効率的なレシピの入手方法もね動画上げているので、そちらも重ねて見ていただければと思いますね。なので、まあそちらの詳しい話については今回ね割愛させていただければなと思います。で、あとはですね、そう、さっきね2パターンに分けて説明させていただいたんですが、そう、雪だるまからもらえるレシピが全15種類で、今回ねまたまた恒例なんですけど、風船からもレシピを入手しないといけなくて、それがね8種類あるんですよ。で、合計で、まあ、23種類ということですね。なので雪だるま作りと風船の、まあ、プレゼントを、まあ、打ち落とす作業、この2つが必要になってきます。いや大変だよね。またパチンコ地獄かみたいな。まあ風船は言ってもね、まあコツさえつかめれば本当に効率的にゲットできるから、まあ慣れたらねそこまでかなと思いますね。まあ言ってもね、もうあつ森も発売して8ヶ月以上経つわけで、かつ秋家具でね、いやほど皆さんね風船を打ち落としてると思うので、まあ慣れてると思うからそこまで苦戦はしないんじゃないかなと思いますね。まあ問題雪だるまよ。本当に雪だるまはマジで大変だと思う。まあ人によってね全然違うからな、これに関しては。うん、なんかその高低差とかがね全くない、まあ、島であったりとか、あとはね平地が多い島であったら、まあ割とね簡単に作ることができると思うんだけどね、本当に島によっては島をね根本的に作り直さないとこれに関しては作れないんじゃないかっていうぐらいね、まあ、大変な作業になると思うので、
まあ、そこはね、ちょっと認識する必要があるのかなと思います。ちなみになんですけど、雪の結晶なんだけどさ、コンプリートには、雪だるま家具は85枚必要になってきます。で、風船から入手できるものに関しては、コンプリートまで61枚ということで、まあ、もしね、仮にコンプリートしたいんであれば、最低でも146枚、雪の結晶を用意する必要がありますね。で、秋角のもみじが確か51枚だったんで、そう考えるとね、そう、雪の結晶相当取らないといけないんですよ。ちなみに、出現率に関しては、もみじと雪の結晶は多分同等じゃないかな。多分変わらないと思います。だから単純に作業量が、まあ、約3倍ぐらいになってるっていう、そういった認識をしていただければと思いますね。いやー、やばいでしょ。そもそも家具が23種類必要っていうのもそうだし、雪の結晶146枚も相当鬼畜でしょ、うん、まあとりあえずね、僕が冒頭で大変大変大変って言ってた意味はね、こういうことですよ。本当にね、皆さん大変ですよ。実際やってみたら雪だるま作るのも大変だし、雪の結晶集めも大変だしみたいなね、レシピ集めも大変だし、もう何もかも大変だみたいな感じですね。はい、まあそんな感じですと。で、次なんだけど、具体的に、ではどういった家具があるのかっていうところをね、見ていきたいと思います。で、まずはこちらですね。はい、ドカンと。まず氷山の壁、雪の結晶のリースで、雪の降る壁で、流氷の床ということで、まあどれもね、本当に冬にもってこいの家具になっております。まあ家具というか壁紙とかもね、合わさってるんで厳密には家具ではないんですが、まあこんな感じですね。はい、では次行きましょうか。よいしょと。で、次はゲレンデな壁紙、ゲレンデな床、スノーフレークの壁紙、スノーフレークポシェットっていうことで、こちらのレシピに関しましては、風船を撃ち落としてゲットすることができます。さっき紹介した4種類とこちらの4種類合わせて8種類ですね。そう、風船からのみ入手可能なので、特に壁紙とか床をね、欲しいぜ、部屋作りに力を入れたいぜっていう方は、まあどちらかというと雪だるまを、まあ、優先的にやるというより、風船を重視してやった方がいいかもしれませんね。で、雪の結晶も相当な数ね、必要になってくるので、何を優先的に作るのか、そこはね、うん、作る前に、まあ、考えておく必要があるのかなと思います。そう、まずそこですよね。はい、ってことで次行きましょうか。はい、ドガンと。氷の柱、氷のベッド、雪だるまの帽子ってことで、そう、超おしゃれな雪だるまの帽子も今回は DIY で作ることになります。はい、で、氷のベッドで氷の柱ということで、こちらもね、相当重要になってくると思いますね。特に冬をモチーフにした島を作りたいんであれば、必須といってもね、過言ではない家具になっているので、こちらはぜひ作っておきたい。ただですね、氷のベッド、雪の結晶が2桁も必要になってくるので、まあ優先的に作るのか、それとも後回しにするのか、そこはね、まあ人によってね、優先順位違うと思うんですが、考えていく必要があると思います。はい、ってことで次行きましょうか。さあ、いやでもそれにしてもさ、本当に多いよねこれ。氷のカウンター、氷のステッキ、氷のツリー、氷のテーブル、そして氷のパーテーションってことで、こちらになりますね。で、いずれの家具においても相当重要になってくると思うわ。うん、氷のカウンター、氷のツリー、氷のテーブル、氷のパーテーションってことで、まああれですね、氷のステッキに関しましては、まあ必要か必要じゃないかで言われると、まあステッキだからね、個人的には優先順位はそこまで高くないなと思っております。ただ一方で氷のカウンターとか氷のテーブルに関しては、本当にね、家の中でも使うことができるし、あとはね、島のね、島作りでも使うことができるので、まあここは優先的に作っていくべきかなと思いますね。で、余裕があれば氷のパーテーションも作っていきたいところ。けどね、本当に大変だと思うわ。はい、ということで次行きましょうか。さあ、やってきました、三段雪だるまね。ここに来て雪だるまやってきましたよ。ただやっぱりさ、雪だるま作りたいよね。
そう、せっかくね冬なんだからね、やっぱり冬といえば雪だるまですよ。雪だるま、はいはいはい。でちょっと待てよ、もうちょっと小さくするかな。もうよいしょ、ちょっと小さくなりすぎて申し訳ないな。いいよっこらせと。であとはアイスキャンディー、アイスな壁紙、アイスな床で、氷のアーチ、氷のアート、氷の椅子、こちらになっておりますね。で氷のアーチ、氷のアートはねかなりおすすめですね。まあ冬をねモチーフにしている島であれば大体の島がこちら飾ってるんじゃないかなね。ただこう見てみるとさ、マジで大変だよな。氷の結晶集めちゃうわ、雪の結晶集め。そう、雪の結晶が相当必要ですからね。あとはその全部コンプリートするのに最低でもまあ146っていう話だったんだけど、正直言ってねそれだけだと済まないと思うわ。うん、個人的には300枚から下手したら400枚ぐらい雪の結晶必要になってくると思うので、そのしっかりとしたね冬系の部屋を作ったりとか冬系の島を作りたいんであれば最低でもそんぐらい必要になってくる。できれば500枚とか600枚あったらベストなんだけど、さすがにそれは厳しいので、まあね300、400枚ぐらい揃えたいところですよ。はい、ってことでこのようなラインナップになっております。ただやっぱりアイスキャンディーはね、まあ、結構作りやすいのかなと思いますね、雪だるま家具の中では。うん、まあ、雪の結晶と雪の大結晶しか必要じゃないからさ、まだ楽なのかなと思います。はい、まあ、そんな感じかな。実はですね12月になれば雪だるま家具とは別途オーナメント家具っていうものも存在します。でそのオーナメント家具なんだけど、そちらについてまとめた動画もおそらくねこの動画と別途ね出していると思うので、もしよければそちらの動画も含めて見ていただければと思いますね。オーナメント家具とこの雪だるま家具を組み合わせることによって本当にね映える冬の島を作ることができます。なのでどちらもねできればコンプリートしていきたい。でなおかつ複数作っていきたい。うん、そこだね。複数作ることができるんだったらなおベストなんだけど、ただね大変だよな本当にね。秋も大変だったけど冬も大変すぎるみたいな。ただそう思うとさ、夏ってなかなか良心的だったよね。うん、夏は良心的だったと思うわ今思うとね。まあ海賊ジョニーの家具がなかなか鬼畜だったけど、逆に言うとそこぐらいじゃないか。うん、マーメイド家具もね、まあ言ってもお金稼ぎしつつねレシピ集めもできるからさ、まあまあまあそこまで苦痛じゃないと思うんですよ。あとはね新要素の素潜りも試すことができるからさ、まあね他のものと比べるとまだマシなのかなと、精神的にはね、うん、入手難易度は別途として、はい、まあそんな感じです。まあとりあえずですね12月このような形で本当にね家具がたくさんね出てくるので、こちらの家具をねぜひ入手しましょうというお話と、あとはね油断したら本当に大変なことになってしまうのでね、まあ、しっかりとまあ前倒し前倒しでまあやっていくべきなのかなと思いますね。そうしっかりとね意識してやっていかないと多分これ集まらないと思うわ。特に雪だるま作りはね相当大変になってくると思うので、うん、雪だるま家具が解禁されたらもう即ね雪だるまを作っていく、そういった勢いでやっていく必要があるのかなと思いますね。で効率的な雪だるまの作り方なんだけど、まあ簡潔的に言いますね、その縦10マス横10マスの広場を2つ作ってください。はい、2つ作るとめちゃくちゃね簡単に雪だるまを作ることができるのでかなりおすすめですね。まあ10マス10マスをね2箇所作るってなかなか大変だけどね。だってさ、あつ森発売して相当時間が経つわけじゃないですか。まあそういったところもあって大体の方がねもうすでに島をね作り終えてるっていう人が多いと思うんですよ。で今さらね撤去したりとか空き地を作るってなかなか鬼畜だと思うんですよね。うん、だからまあ強制ではないんですけど、ただ作りやすいっていうお話なので、もしよければね参考にしていただければと思いますね。でそこに雪玉がリスポーンしてくれたらもう勝ったぜみたいな感じよ、やったーみたいなね。
まあそんなに運よくねそこにリスポーンしてくれるかわからないけど、まあそこに関しては運なのかなと思いますね。はい、まあとりあえずそういった感じですね。皆さんいかがだったでしょうか、本日の話。まあとりあえずですね、これからもこういった形であつ森の最新情報であったりとか、あとはね新格の話であったりとか、まあ島整備の動画であったりとか、離島ガチャであったりとか、ね、雑談系の動画であったりとか、もう本当にね幅広いジャンルの動画を投稿していくことになると思うので、もしあつ森をやってる方、あつ森に興味ある方はチャンネル登録しておいても損はないと思うので、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画と生放送を見ていただければ幸いです。はい、まあそんな感じを、まあとりあえずですね、僕も実はねまだ雪だるま家具のレシピはコンプリートしてないので、いや自分も頑張っていかないといけないな。まあだけど雪だるま家具に関してはね、このメインの島ではなかなか大変になってくると思うので、サブ島で頑張って集めようかなと思ってます。そう、サブ島もあるからね。ただサブ島に関してはかなりね開けたところになっているので、今のところまだね作り込んでないんですよサブ島。まあ、地形はねある程度作ったんだけど、家具を全然置いてないからまだ作りやすいと思うんですよね。うん、マイデザインとかも全然敷いてないからさ。はい、まあそういったね話はさておき、今日のところは終わっていきましょうか。最後に繰り返しになってしまいますが、チャンネル登録をね忘れずによろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。